いつもありがとうございます皆さん。今日はね、業務スーパーで売ってた鶏炭火焼きですね。これよく業務スーパーで見るやつなんですけど、まあいつもね冷凍の棚に並んでて気になってたんでやってみようと思います。で、まあ一応ね一晩冷蔵で半解凍ぐらいしてあって、で、まあ湯煎とか電子レンジとかでやってくれって書いてあるんですけど、まあ温めるだけなんでホットプレートでもできると思うんで、で加熱調理済みって書いてあるんでね、温めて食べていこうと思います。自分の中でね、業務スーパーの気になってるシリーズっていうか、まあよく並んでて食べたことないやつなんでね、まあこういう食べれる機会がねあってよかったですね。もうちょっと常温放置するべきでしたね。業務スーパーのね揚げ物系もね過去にね結構やってるんで、まあ業務スーパーの揚げ物が実際揚げてみたらどうなるかとかね、多分見てみたい感じの人はね、過去動画から業務スーパーの揚げ物は結構揚げてるんでね、で大体ばらけたんでね、これで熱はある程度入ってるでしょうけど、で多分なんですけど電子レンジとかそういうものでやるよりかは、まあ香ばしくなってるはずなんでね、
じゃあちょっといただきます。いただきます。うん、あのバーベキューした時のね、炭火でやった炭の感じとか風味とかすげえちゃんとついてますね。で結構部位とかもねいろいろ入ってて、であの味もねしっかりなんつうのバーベキュー炭火で焼いた時のような、うん、まあいろんなね、なんかまあ胸とかだったり皮だったり、うん、いろんな部位があるからうまいっすね。でちゃんと炭、うん、同じことしか言ってねえな。炭火焼きっていう点ではね、めちゃくちゃなんか再現性が高いですね。はい、それではね、今日はこの辺で失礼しようと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。今日はこの辺で失礼しようと思います。まあ、チャンネル登録していただけたら、気が向いたらよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。